はい、どうも、もかおかです。ちょっとね、あれから、そんなに、やってもないんですけども、進めまして、お金が激減しまして、まあ、最初のインスカイはね、勝ちはしたんですけど、その辺ちょっと見えるのかな。インスカイが、一応未勝利をやっと脱出したって感じですかね。前7着、2着、ね、次2着で惜しかったんですけどね。でもなかなか勝ち上がるのいって、で、まあ、で、あと戦ですね、函館の。これを。もうすごい短距離馬になったって。もうちょっと長いとこ走れるやろと思ってます。あと先着で未勝利脱出という。それ以上短くなったらもう地方のスーパースプリントとかなんか、そんなんいかな無理やんみたいな感じです。いやいやいや、ということで。あとは、でもね、他預けてなかったから。まだありやね、この貼り付けいうのはデビューはしてないですね。じゃあ今日ちょっと任せとかないとね、すっごく細かくなって、その都度やってれないんだよね。まあ基本任せるという感じで進めましょうか。で、受胎をしてるんやな。はい、って感じでまた、そうですね、さっきのインスカイが、前いつ走ったのかな。1ヶ月前走ってますから、もうちょっと後でまたレース出ると思うんで、行きましょうか。全然走ってない。はっ、調子落としとったよな。この馬もメイクデビューせえへんな。買い食いが落ちたら少し遅めてくれそうですね。知らずに、この貼り付き言うの決闘どうなんでしたっけ。多分インスカイと母親は同じなんで、でも出てるやん、全然あかんやん。これ勝たれへんやん。ブラックホークね、まあ同じような感じのやつやな。芝か当たんし、あれかダーとかだけやね、多分距離やね。何をしよう、ほんまお金がなくなってバーストしそうやな。借りれるんかな。インスカイちゃん頑張ってよ。急に福島線なら使うの大丈夫か。このレース選択めちゃくちゃじゃないか。先着買った後そんなん使うか。いやー距離長すぎるやろ。これで買ったら意味がわからない。2番、
まあ1はいいですね。こっからまくっていけるか。さあまくれるか。ダートやから前につけといた方がいいぞ。手応えはよく見えるんだけど、これはゲームだからな。本物のレースやったら絶好位置にいい感じ。下がっちゃうよね。今日の短い。ここからさせてはこれないか。9番に乗ったかって感じだな。6着ぐらいかな。やっぱ厳しいですね。やっぱあと1000人ぐらい使うのかな。いきなり3ハロー以上伸ばしたかも。それは調教師見られるやな。レース選びや、連投？そうそう、これぐらい走らせたのかな。俺の文句が聞こえたよね。こういうね、コースごとのこう解説が出るんで、かなり勉強になると思うんでね、いわゆるね、最初芝がどうとかね、平坦やからとか、坂があるとかっていうのね、それぞれのコースの特徴を勉強できるんで、ぜひね、これやってみてほしいですね。何回も出てくるんでね、おのずと覚えると思います。コース形態とね、コース特徴とか。それをまあ実際には競馬予想でこう活かしていけるのではないかと。結構後ろやな。道悪でそんな後ろってあかんやろ。さしてこない前開くか。あかんか、無理無理。前ちょっと、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 厳しいな。500万でこんな手こずってるよ。出走手当狙いかこいつは。ちょっとやっぱ他の馬やないもんな。最初の馬厳しいよね、なかなかね。まあせっかくなんでこれちょっとやっときましょうか。ねまだ1回もやってないんで、こっちのやつね、ポイントあったはずなんで、5000ポイントありますからね。ちょっとこの10回抽選やってみまーす。リョン。ペブレペペペン。サリオン TV。ちょっとこのサリオン TV 気に入ってしまった。いっぱいできた。ほいほいほい。アジュリケーティング。好きやけどね。テレビ、テレビ。中山フェスタ、中山フェスタいっぱいできた。スピードワールド、リアルネイティブ系、リアルネイティブ系してくんだ。カルストンライトを好きやのに星1なんや。足ボバとしてのあれな。浅草でいい。ちょっとイーグルカフェカスばっかりやん。なんかコース売れるんか。ミッキーアイルはいい。ロールアルティマとか。でもこれ10なの。なんでそりゃ。
これ今週走るんかな、張り付きはっていう意味なのかな。そうやね、せめて未勝利を脱出してくれ。厳しいそうだけどね、成績見よったら。掲示板には乗れそう、うん、厳しいか、6着もっと下だった。戦後かえさ、みゆきやみゆき、いや厳しいな。やばい、お金は、お金がなくなる。あらあら、ダートに変えちゃったの芝あかんからダートにすんのね。それもありっちゃう。出てかな、お、開いたぞ。お抜群ちゃん、これお抜群ちゃん、ちょっとあと1頭させてくれよ。うわ、これ2着やな。お、2枚欲しかった。よっしゃー、刺したるわ。違う、全然違う。一緒だけやったな。うちの馬は全然でした。どこにもいません。はぁ、あっぴりだ、勘違いだ。
春助ちゃん勝てないな。ダート短距離やって、確かに珍しいレースを選択した。1はいいんやけどね、こっから抜け直線抜け出せるか、やりたい。抜け出したのか、合わせ馬状態。うわー、もう2着やんか。かなり金欠に悩まされてるで。解説されるこれ何億円とかするやつやろ、確か。そうやな、空砲のまま過ごしたからな。